マイケル・エロール・スウェイトは、オーストラリア・シドニー出身の同国代表の、サッカー選手。ポジションはディフェンダー。A リーグ・ウェスタン、シドニー・ワンダラーズ FC 所属。ニューサウス・ウェールズ州、ウィンター・スーパーリーグに所属する、シドニー大学サッカー部でキャリアをスタートさせた。その後、NSL のマルコニー・スタリオンズ FC で2002から2004年まで、プレー。同リーグの解体に伴い、 ルーマニアのナショナルブカレストを経て、ビスワ・クラクフに加入した。このビスワ・クラクフへの移籍の際に、契約期間が終了していないにもかかわらず、退団したとして、ブカレスト側は FIFA フフに提訴。2006年9月1日に、FIFA フフはこれを認め、スウェートとビスワに4万5千ユーロの罰金を課した。また、ブカレストが、スウェートに対し3ヶ月。 計150万ユーロ給料の支払いを怠っていたことが判明した。2008年1月28日にスケーブランに加入し、6月19日にメルボルンビクトリー FC へ貸し出された。7月26日、A リーグプレシーズンチャレンジカップのパースグローリー FC 戦で初ゴールを決め、1から0で勝利した。2009年1月5日、 レンタル期間終了に伴いフリー移籍でゴールドコーストユナイテッド FC に加入。2011年2月1日、タスマニア州にあるヨークパークのフルスメルボルンビクトリー戦で初ゴールを決め、1から1で引き分けた。2011から12シーズン終了とともにゴールドコーストユナイテッドとの契約が終わると、2012から13シーズンに向け、 パースグローリー FC と契約を結んだ。代表のスウェーという -20 時代、UAE で行われた 2003FIFA、ワールドユース選手権に出場。U-23 としては、アテネオリンピック予選を戦うも本大会のメンバーには選出されなかった。2005年10月9日、ロンドンで行われ後から例で勝利した、ジャマイカ戦で A 代表デビューを果たした。 2006FIFA ワールドカップオセアニア予選大陸間、プレーオフールグアイ戦のメンバーの一人だったが、フースヒディンク監督は、経験豊富なトニー・ポポビッチとトニー・ビドマーを先発で起用したため出番はなかった。また、ナショナル・ブカレストとの契約上の紛争から10ヶ月プレーできずにいたため、本大会のメンバーからは落選した。AFC アジアカップ2007を最後に代表から、 遠ざかっていたが、2012年11月14日の韓国戦で久しぶりに復帰。翌12月の東アジアカップ2013予選2次ラウンドのメンバーに選ばれると、全員4試合中3試合に起用され、本大会進出に貢献した。2013年7月、東アジアカップ2013本大会の代表にも選ばれた。FIFA FIN OUSTRALIAN d e f e n d e r と、 インクラブディスピュートハット AB、スウェート、フリーバットアット、A プライス、スウェートジョインズビクトリー、オンローンディール、ゴールドコーストコンファームミニカン、スウェート、スウェートツーコーストイントゥールーラインアップ。ありがとうございます。